こんばんは、くにおです。今日は、えっ、ー、と、三月の十三日、金曜日の夜でございます。えっ、ー、とね、まあ、新しい試みをいくつかしていきたいということなので。くにおチャンネルとしてですね。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、ワールドツアー、まあ、前もいよいよと言ってたんですけど。 まあ、ワールドツアーハロープロねえー、と僕が一番最初の体験なんていうのは2009年にぼるんですけど「ハングリーアングリー」ですねでその後のところを含めてハロプロっていうのはどういうふうに世界戦略ですかやってきたみたいなところを少し振り返ってみようなんて思っておりますお付き合いくださいはいじゃあ先ほど最初に言いましたけど「ハングリーアングリー」 吉澤ひとみさんと,、えー、と石川りかちゃんのユニットでしたね。まあ、これがフランスパリパリといってもかなりシャルル・ゴール空港に近いところにパルク・ズエゼクスポジションというあの駅があるんですけどそこを降りてすぐの展示会場がジャパン・エキスポというイベントをやってるところだったんですよ。でその あのメインステージみたいなのの要は DJ をやるためにいろいろ交渉したり入っていったのが僕2008年なんですねでそこの、えー、とメインのジャパンエキスポと別にちびジャパンエキスポというイベントがありましてその開催の時にハングリーアングリーが参加するとそれで僕もそこでジャパンエキスポで DJ をやるということになっていて えー、結果的にですけど「AngryAngry」吉澤、えー、と石川この2人が出てきてそのライブの前が僕の DJ でそのライブの後も僕の DJ みたいなのを同じステージでやるっていうことがまあ今から11年前ですね叶えられたんですねまあそこが個人的にはスタートですねまあハローもそこスタートだったと思います でラッキーなことに僕は1年先輩みたいな感じでそこ入れてあとまあ前も言ったけど少しフランス語をしゃべる、ね、ように勉強したっていうのもあったんで、うん、なんかいい案内ができたのかななんてその時は思ってやってたんですけどまあジャパンエキスポはその2010年の時にチビがつかない方のジャパンエキスポ今最初にか言ったパルクズ・エクスポジションの。 あの駅の前にある展示会場で、えー、そこもいびつだったんだけどね「あのモーニング娘。別」中入ってからコンサートホールで二重エントランスみたいな感じのライブをやるんですよ。当時ねそれこそガキさん最近話しましたけどとか高橋愛ちゃんあ道重さんもいたけどじゅんじゅんりんりんもまだいた時期ですね。 でどういうふうにあのヨーロッパで報道されてたかというと日本中国の,の10代の女の子の合同の歌と踊りのユニットっていうふうなあの触れ込みで最初実はやってるんですですからフランスへの紹介は日仏合同チームみたたいなあのことだったんですよまあジャパンエキスポね後の構造とかっていうのは結果的に中国人が主体でやることになるんですけど まあ後で考えたらおおっていう、うんね、国際情勢って難しいっすねあの付き合い方いろいろあと出し方いろいろまあ本当勉強勉強になるってもうタイミングじゃいけないんだけどねそういうのを体感しながら見てた気がしますで、えーまあ、2010年そこモーニング娘。皮切りというわけじゃないんですけど なアップフロントはモーニング娘。でビジネスをしたいわけですから。えー、と皮切りというわけではないんですがそこがそんなにこれ言葉選ばずダイレクトにお伝えしますけど成功というイメージのコンサートではなかったと思います。これはもう何度も言います実力がないわけじゃなくて工業的にってことです。で工業的な成功 で見られちゃうのがプロなんすよねこれ切ないですけどうーんそういうもんだ練習もうしょっちゅう野球に例えるけど野球って練習とかオープン戦でめちゃくちゃヒット打ってめちゃくちゃホームラン打ってても公式戦ダメならダメでしょだからもう甲子園の中止かわいそうなんかまあ予選でダメで甲子園で打つってやつはそんなにいないと思うけどう 甲子園で相性良くて強いやつっていたりするんですよね。あのそなんかかわいそうでねちょっと言いたいことずれそうだからあの話戻しますけど、うん、まあ僕としてどういうことを言いたかったかというとやっぱ工業での成功これは、うん、理由3つ必要な理由は3つあると思いますお届けしましょう。1つはまあ絶対に宣伝料なす。 広告,費用広告費用を使ってるとどれぐらいの分母でどれぐらい返ってくるかっていうのは大体わかりますまあ例例を出しましょうで1つ目のやつのワードの例として広告費用はなぜか僕ハロプロナイトというイベントを長い間やっていてフライヤーっていうのを作ってたんですねちょっとそれ持ってくればよかったけどまあハロプロナイトフライヤーで検索してみてくださいあれをどういう時に配ったかというと 大体1万人規模のイベントがある時は必ず横割りとかあの武道館もそれ入れてましたですね終わった後に手渡しで配布するっていうことをやってリサーチを取るんですよそうするとまあハロショも置いてもらってたけど沖の持ってかれる率から何人入ってくるかっていうのをずっと数字取るんですねそうすると手渡しで100人 配ったら何人戻ってきてくれると入場してくれると思いますかはい <laughs> 正解は100枚手配りで配ると1人は来てくれます。うん、比率でもそれぐらいです。なので武道館の後に。 挨拶しながらあののハロプロプナイイトのフライヤー手配配りででってたんですよその中でもし1,000枚配れたらただね一人であのスピードの中で200枚配れたらすごい方、うん、僕も毎回200から300受け取ってくれないプラスなんていうのかなスピードとこの横の幅に合わないとかいろんな理由で。でも 300枚渡せたら3人ぐらい来てくれたりとかありますよ。これはもう話したからとか知り合いの知り合いだかとかいろいろあるけどもうおしなべて十何年分のデータがあるから <laughs> どれぐらいやるとどれぐらいっていうのはかなりリアルに近い数字があの数字を持っていると思います。でまあそのフライヤー作るにも広告費に値するお金がかかるわけですよね。まあ、それを地方公園 海外公演さまざま作っていくとその費用に対して、まあ、コンサートならばコンサートイベントならイベントのへの費用対効果がどれぐらいなのっていうのが要は成功か不成功かになっちゃうわけですよ。ライブ最高だった人もあんまり周りいないし騒げてよかったって行く方を思っちゃいがちですよね。でもそれは 大きく見たら失敗で、あの周辺へのカウントダウンが始まってるっつう感じです。まあ、大人の人はみんなわかってるかもしれないですね。で、このまあまあ広告費用っていうのが一つ。で、二つ目は認知度に対して、どれぐらいの価格帯でいけばっていうリサーチがどれぐらい取れてたかなんですよね。で、モーニング娘とかは実は世界中でものすごい認知度なんです。だけど、あの。 空気感肌感っていうのとは別であのその時代時期でどれぐらいの価格帯ならば例えばコンサートのチケットがいくらならば集まってくれるのかでそこのポイントに半径何キロなんつうかな何時間単位の交通網の範囲でどれぐらいの人口がいるかってことなんですけど。 そういうリサーチのために正確な数字を取るためにお金を使ってたかどうかですよ。これは広告とは別でリサーチですよね。そのリサーチの部分が徹底できていたかってことは2つ目でで3つ目はその次のストーリーを持っていたかどうかってことです。次のストーリーリととととは何かかいうと、あのー、僕もよくやるるんですすけど会場とかお借りする時に えー、皆さんもよくやると思いますあの分かりやすい例言いますね、えー、と一つ逆だったと考えてください一つのものを購入するというふうにする話をするそしてそれで寝吹きをというふうに言われるとなんだちょっとずずしいやつだなというふうに思うんですよまあじゃあこれが100円の商品だったとしようそれをあの80円にしてくれって言われるとなんかやだよってちょっと思いますよね。<laughs> うん、だって安くする理由ないもんでもこの100円の商品今在庫いくらありますかって言って「いや実は段ボール1つ分まだ後ろにあるんだよね」と「分かりましたその段ボール全部購入します」「その代わりこの1つの単価を80円にしてくれませんか?」だったら超売りたいですよね。そういうことなんですよ。 なんでかというと先々の双方のメリットというところでの交渉ができてたかどうか、まあ、これが後にトライはしてたと思うんですけどこれがなされてないようなタイミングが今言っていた2010年11年ぐらいまでと思ってくださいこれ長くなりそうだなどうしようかなでも続けるかうんいいあの 話そうと思った時じゃないと話さない気がするから続けます。えっ、ー、とじゃあ2012年、これボーノが行くんですね、えー。この時はジャパンエキスポ関わってはいたんですけど、あの僕がというよりあの僕も関わってたんですけどね。あのボーノのの方が関わってはいたんだけど、要は交渉の窓口が別になってくるんです。で別になってきた窓口でえっ、ー、と別の会場で。 あの握手会ととかかイベントやったりとかっていうその別の会場のかわいいカフェっていうところがもう知り合いの店でも笑っちゃったけど、うんまあ、フランス人の人ってすごい超ハイテンションで情報くれちゃうんでなんかおーって思ったけど <laughs> まあここはもうあの皆まではなくても全部結果出てることなんでねまあフランスの事情が知れる 本当の意味でのスタートだったのは僕2011年12年ぐらいだった気がしますね。でかわいいカフェでウォーノがやりその時のさっきの3つの話言ったじゃないですかでこのここが実はつながり始めるんですよ。どうも様子を聞いているとフランスでキュートが人気あるぞとなったんですよ。本当はねねこれね ベリーだったんです実は2年早ければうんでもそこねいわゆる正気を逃がしてんですよそれでボーノで様子見たんですで時は2013年になるんですけどこれキュートがすごいうんともう国内も含めてですよね大逆襲っす もう僕が覚えていたのはもう何だっけなたどり着いた女戦士的な、ねあのまあ、武道館もあったけどそこ行くまでの物語はなんつうのかな初めて見る感じ、うん、こんな物語初めて見るなっていう、うん、きゅうとかっこよかったっすね、うん、まあそれは <laughs> ど,ど,どういうこと言いたいかというと でそのラッシーガル2013年決まった時にもう僕どっちかっていうと今もそうなんですけど DJ やりたいっていうのよりなんかその文化その中でどの場所をやったら今一番適切なのかなっていうのをうーんさなんか探っちゃいないんだけど分かっていく中で次の手を打つっていうのをやりたい。 感じなんですね <laughs> できてねえだろって思うかもしれないけど難しいの <laughs> 情報多いとね整理しないといけないしねでそういうフェーズその辺から入ってきてて2013年は少しあの嗣永桃子動画の時に言ったんだけどあの向こうのジャーナリストとかとかかなり仲良くなってたんですよで んおなんだっけなあのテレビ番組忘れちゃったななんでこんなの忘れちゃうんだろう結構有名な番組っすよでなんか取材のコーナーあってそうそう Perfume 僕キュートみたいな順番あキャリーパミパミみたいな <laughs> そういう順番で僕が取材されてるんですよそういう時期あったんですあの ね、不思議ですねで僕どちらかというとそっちじゃないこともそれ話して、あのー、比較的あなた方側のサイドでやりたいビジョンがあるんだとまあイベント工業的な部分だったり、えー、とジャーナリスト的な部分ですか、うん、そっち興味あるんだよってことを伝えて2013年、うん、まあキュートのラシーガルお天才って確か会社なんですけどね。 そこで文章書いたりさせてもらって、うん、でだから見え方がね J カルチャー全体をフランス語圏の人たちがみどう見てるかヨーロッパの人たちがどう見てるかっていう視点からあこういうふうにハロプロとかキュートっていうのは今タイミングなんだっていうのは見れ出した時期ですよ、うん、でまあ海外の興行そのハローを呼んでいる主催者連中とか からもその情報を得れるようになってたんで、うん、ああこういう風な見方なんだなここはちょっとね細部が、うん、多分あんまり言え,言えない系なのはさすがに分かってます <laughs> まあでもちょっと大体これは数字とあの比較なんで比較と数字の話なんで、うん、あとこう歴史で後から出演者とか調べてみたら大体分かりますよ、うん、どういう考え方でどう動いてたのかっていうの でまあ、それで14年に入るんで14 2014年年にに入入るるんすよそうすると今度は「ベリ Q」これねぶっちゃけ「ベリ」ーずっと呼びたかったんだけども逸してるからさっき言ったようにねタイミングしてるんですよなので「キューと「人気」に僕抱き合わせた結果だと思う、うん、これはあの心を傷つける人がいたら申し訳ないんだけど多分こういうふうにしゃべる時僕事実を言っておきたいから うん多分そうだと思うそれはさっき言ったリサーチですよね下調べの中でキュートの人気がもうただここまで来てもすごいのはダントツモーニング娘。なモーニング娘。ング娘ダントツでキュートの人気がそこに唯一迫ったグループですよ海外で迫ってたのうんそれでですよ すすごいですよね特に毎毎毎毎やばいから <laughs> あのねこの話しとこうかなんで萩原舞フランスで人気あると思いますわかんないでしょこれはジャーナリスト連中と話しててですよ知った話なんですけどマイケル・ジャクソンなんだっつうんだよ 知らななないいよよね、そんなのね。そそんのうううじゃないだろうと思うよ、ね、お人形さんみたいに可愛いってのももちろんあるんだけどもうジャクソン5ってご存知ですかマイケル・ジャクソンは田村モータウンだモータウンだね1960年代後半68年9年ぐらいだったと思いますけどモータウンレーベルで、えー、っと5人組の兄弟のダンスユニットで出るわけですよ。もうこれはもう、 実は後のアイドルグループとかの王道の形になるわけですよね。フィンガー5ね、ご存知じゃないかもしれませんけど。ジャクソン5の,あの引用、パクリですね,ね。日本は GS とかでもたくさんやるんですけど、いいじゃないもう、だって楽しいもん、いいもん、も,の,ものがいいもん。ね、ちょっと話ずれそうだね。で、ジャクソン5のあの、 末っ子マイケル・ジャクソンに見えた嘘だろお前」って言ったらっ最初にデビューした時にちっちゃい子がサングラスかけて真ん中で元気に踊ってた「そそこ! <laughs>」そうね衝撃っすよね、まあ、そういうふうな話だったんですよ、うん、まあそれだけが理由じゃないですよ多分ね でもまあそういう話でみんなそうそうそうっていうような感じだったっすでも毎毎ねなんか特別扱いでもう天使みたいな感じ、うん、あ,ああいうのもねメキシコのおかいちゃんっていうのもあったんだけどメキシコのおかいちゃんちょっとよっしゃーみたいな方向なんですよなんかいやあーかわいい天使じゃないじゃ,じゃないことはないかもしれないけどちょっと言い方すいませんまあおかえちゃんはほら おかえちゃんの個性でやっててそれがねラテンアメリカ語圏に受けたわけだからやっぱキとすごかったね,、うん、ねちょっと戻話戻そうかでフランスねそこ14年でベリキューやりあのその時ねセガの会社のブースかな交渉してハロプロナイトやらせてもらってまあ俺もよく交渉するよねそこね。<laughs> 行けんじゃねえかこれスクリーンあるし音出るからこれあの空いてる時間あるだろうと思ってさ交渉したんだよ。<laughs> そしたら「あの、ハロプロハロプロの曲だけですよ」って持ってる音楽全部かけますよって言ってあのメイン会場っすよこれでいいですよってやりましょうよみたいになってくれて香港の人香港の人と話して香港の人俺のちにねあの、いろんなところでお会いして香港の人も大変な時期なんだけど縁あるんですよ まだに覚えてるでセガのブースのとこでやらせてもらってめっちゃタオルとか貼って <laughs> 好き勝手やったんですけどでもちゃんと約束してやったからそしたらあの「XJAPANYOSHIKI さんが <laughs> あのアルバムの曲聴きながら <laughs> って,ってメイン会場に入っていくっていう面白い絵面をいただきましたっていうね。 吉木さん面白いねなんかも歩きながら回り込みながらずっと自撮りしてんの面白いですと写真好きまあそれはね後にその時もだからご一緒してたんだけどあの浅井さんかな南別はねアップフロントの受け負った浅井さんなんかもその時一緒にいて後で話した時にああ同じ子結構いましたよねなんてなる感じっす それ辺がもうその子までで2010まだ14年の話ですよ。ですよ。だって。<laughs> ねでじゃあもう今日これ以上長くなってもしょうがないから今日は2014年そのパリのジャパンエキスポまでにしましょう。で、後にアジアさまざま回り後の予告編にしようか。えー、とジュースジュースが、ね、ワールドツアー行くわけですよ。で、この時の話なんていうのは 超面白いんで、まあ、多分ねぼ僕どう見てるか分かんないけど普通にガチのハローてるですよ。で遊びに行ってる中で知り合ってるやつらのつながりっていうところがたまたま工業側とか自分がまあ DJ やったりイベントをオーガナイズしてる側面もあるからたまたまそこともつながってるって本当に狭い世界なんですよ世界中行っても。 かそこで見えてる景色というのがあってこれは多分僕しか喋れないだろうなと思うからまあちょっとアーカイブ的に残しておきたいなと思って喋ってますじゃあまあ今日は、えー、とざっくりですけど2009年から2014年まで、まあ、ほぼほぼフランスのとジャパン・エキスポについての前後になった感じですねまあほタイとかアメリカのね話とかも まあちょっと止めとなくなりそうだからどっかでしていきましょう。じゃあフライデーナイトですけど皆さん良い週末をお過ごしください。国はでしたじゃあねー